EQ ボタンを長押しすると EQ セクションの画面が開きます。 EQ は4バンドで構成されています。ベース、ミドル、トレブルとプレゼンスです。EQ をゲインステージ、つまりプリアンプセクションの手前に置くか、または後ろに配置するかを選択することができます。ほとんどのギターアンプでは後ろに配置されています。つまりゲインステージで作られた信号の音質をコントロールしますが、歪み方や歪みの深さには影響を与えません。すべての EQ ノブがセンターの位置にある状態がプロファイリングされたオリジナルサウンドです。各ノブを左に回すとカット、右に回すとブーストされます。ディスプレイの上の4つのソフトボタンのうち左端のソフトボタン1で EQ の配置を設定します。ポジションプリを選択して EQ をゲインステージの手前に配置すると EQ の設定で歪み方が変わります。クランチサウンドを使ってミッドの値を変えてみましょう。この方法を使えば歪み方を細かくコントロールできるので、ギターアンプのキャラクターをガラッと変えてしまうことも可能です。例えばミッドレンジの強い典型的なマーシャルギターアンプのサウンドも、ポジションプリを選択して EQ をゲインステージの手前に配置し、トレブルとプレゼンスをブーストするとエッジの効いたボックスアンプのサウンドに近づきます。